はい、アカシックサーチンです。YouTube 動画でございます。本日、今回のタイトルは、なぜ日本は植民地にならなかったのかクエスチョンという、壮大なテーマに挑んでみようと思います。明治維新の頃ですね。なぜに、イギリスですね。イギリス。と言っていいでしょう。イギリスは日本を植民地化しなかったのかというところにメスを入れようと思います。結論から言いますと、よくわかりません、よくわかりませんので、こうだったらどうだったのかとかですね、そういった形でやるしかなくって、とりあえず日本人の誰かの尽力によってで、それを抑えたのかというところを、一応見とかなくちゃいけないかなと思って、勝海舟であるとかですね、坂本龍馬であるとか、誰かの尽力によって抑え込んだという反応は出ませんでしたね。はい。全く日本人の力ではないなという感じでございました。イギリスというのは世界最大、地球上の4分の1を植民地化した、超大帝国ですよね。歴史上最大元よりも大きいですよね。4分の1を植民地化していたと思いますが、中国においてはアヘンですよね。アヘン。アヘンでも中国、中国というか、当時は中華民国でしょうか。いや、嘘か。清か。清になるんかな。清の時代かな。はい、そうですね。ガタガタボロボロにされておりますので、アヘン中毒者続出ということで、インドで確か作ったんですよね。インドで作ったアヘンをここに送り込んで、大利益を上げていたイギリスということですね。さあ、で、どう見るか。たらればなんですが、私が思いついたのは、アメリカですね。アメリカが、ペリーさん、黒船が仮に日本に来ていなかったら、アメリカ自体が日本に来たのはですね、捕鯨のための拠点基地が欲しかったということだと思います。太平洋上の捕鯨ですね。日本を狙ったということで、日本を植民地化しようと思っているタイミングで、アメリカは南北戦争突入で、それどころではなくなっておりますが、アメリカが日本にペリー君が来なかったとしたら、たらればです。来なかったとしたら、イギリスは日本を植民地化したかで見たら、反応がピコンと出ました。アメリカサンキュー。サンキューという結論です。歴史学者の方、占いですからね。占いですので、あんまり深く突っ込まないでほしいんですが、ペリーが来なかったら、イギリスは日本を植民地化していたと出ます。こんな感じですね。なぜにはなってないんですが、ちょっとそのなぜというところを、サブスクの方でもうちょい深掘りしていこうかなと思います。黒船ペリー君やってこなかったとしたら、今世界の情勢どうなっているか、日本、植民地化されるという反応です。その後、日本というか世界の分布、どうなっていたかですね、現在。それをちょいと、たられば鑑定、たらればサーチ、アカシックレコードにサーチをかけて調べるというサブスクの方で発表したいと思います。はい、以上でございます。それではまた次の動画で。ですね、クラブハウス、本日もまた立てます。9時半をめどにしておりますが、ちょっと鑑定が入っておりまして、長引いた場合は10時になる可能性もあります。一応9時半を目指してルーム立てたいと思います。それとですね、一つだけ注意点でございます。昨日、サブスクの方、メディアブルサブスクの方で、三浦春馬くんが下ろした思いというものを受け取ってアーティストと曲名をサブスクの方で発表をいたしました。ポロッとそれを喋らないようによろしくお願いいたします。
ということで、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。どしどしご参加いただければと思います。クラブハウスでございます。無料ですからね。はい、よろしくお願いいたします。